はい、ジュンジーです。では愛罠キルザカラフルジュンジー、戦時関数さんが作ってくださいました記念愛罠、続きをやっていきましょう。パート3ですかね。はい、でボス前なんですけども、ですね、あの後戦時関数さんから、コメントいただきまして、このステージ1の隠しアイテムは、どうやらあのボスのね、体力が見えるようになるようなまあ見えるアイテムらしいんですね。で、あのアイテムは後で取ろうと思ってたんですが、そのさすがにねボスの体力メーターアイテムは先に欲しいので、このボス戦挑む前に、まずはそのアイテム探しをしてからね、で取得してから、まあ、ボスに挑んでいきたいと思います。一応カット多めになると思うので、このパートでまとめちゃいたい、まあ、ボス戦までね、含んじゃいたいと思いますので、またちょっと探すところからやっていきましょう。よし、ではバックスペースで一旦戻りましょうか。ほいっと、これでステージ1に入れば、また、あ、そうね。じゃあ、ここで一回セーブして、やり直していきたいと思います。あ、そうだ。で、戦時関数さんからですね、また更新版をいただいたので、前回のパート2から一回、更新挟んでます。まあ、更新というか、アップデートか、挟んでますので、まあ、ちょっとなんか不具合があったようなのでね。はい、という感じで、じゃちょっとカットしていきますね。あ、そうだ。コメントいただいた、ちょっと怪しい箇所なども、ちょっと探していきたいと思いますので、まあ、ついでにね、宝石も見つけられたらいいかなと、思っております。この最初のとこだけ難しかったんだよね。あとはそうでもないから、あとこの辺とか、ないね。早速なんかアイテム収集パートみたいになってるけど大丈夫かしら。その辺なんかあるかな。よいしょ。あー、ないか。まあ、こういうところね調べていきましょう。左の壁も怪しいし、右下も怪しいな。よっ、よし、ここも怪しい。よっ、あー、ないかな。おお、ついに彼は100回目の経験です、実績もらいました。なんとも。ここがすんごい怪しいのよ。まずこっち、ないね。あっち、ないか。あ、いけた。これは宝石かアイテムか、どっちだ。おお、おバナナパート1、美味しそうだったね。ってことは実績か。いや、面白いね。コメントをいただいたのがですね、その右下の、あそこ、なんか色違うブロック、あの辺りが怪しいという、まあ確かに怪しいですよね。あるのでいただきましたので、ちょっと行ってみましょう。多分なんかあるよね。で、さっき実績が取れてから、ここまで、くまなく探してきてますけども、特に何もなかったですね。行きましょう。よっ、よし、来た。お、来た、初めてのアイテム。うわお、道中付き。あれか、リンゴちゃん取れば、いいのかな。よし、行きましょうかね。ではボスの体力メーターは欲しいよ。お、いけるね。ターンターン、ターンターン、よし、 OK。 いい感じ。ここにアイテムがあるってことは、うわー、サクちゃんアイテムがあるってことはないでしょう。おっと、多分ね。よっ、よし、じゃあまあカットしながら行きましょう。おお、これだ。あ、うわ、もったいない。いいね、いいね、楽しいね。楽しくなってきたぜ。よ、よし、 OK。 そしてセブちゃんでも、うわ、マジか。まあそうでね、動かないよね、やっぱし。これどうしようかな。ジャンキャンか。まあでもそこだけだよね、難しいの。いけっか、これ。ほっ、やん、何回かやりましょう。ちょっとこれ厳しいね。来た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 。シーキビな配置ですけど、なんとか来れました。ターンターン、よし。いやー、アイテムルーム難しいな。まあでもね、リドミというか、まあ、本体に入ってるリドミにありました通り、ステージよりもボスの方が簡単ということなので、この道中さえ越えられれば、まあ、してやこれ隠しルームですけどもね、ボスは比較的イージーなんだと思うんで、頑張ってやっていきましょうか。くっそ、よし、 OK。 アイテムまで目と鼻の先。よし、これだ。 OK、 セーブ。達成感が半端ねえぜ。あ、これは SGGK、まあ、このタイプの SGGK は、こんな感じでぐわっといけばそのうちいけるんで、そのうちってどういうことよって話ですけど、今みたいな感じで、ね、こういう感じで抜けていく。セーブの位置がやらしいね。よっ、あー、欲しい、もうちょいかな。ちょっとカットしましょうか、そろそろ。
ドットはとりあえずここで取ろうか。リバースジャンプを意識して、ああ今入れたな。よっ、くそー、まずい。あ、来た、よし。うわお、遠いな、ここ遠い。うん、くそ、届かない。よし、オッケー、行くよ、もうちょいでしよう。ほっ、よし、来れた。よしよしよし、行けよ行けよ、ターンターン。うわ、じゃしまった、もうこの区間極端に難しいな。よっ、よし、結構難易度差ありますね。行くよ、ターンターン。よし、来た。でセーブは取れ、あ、取れた。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。ほっ、であれば、さて、あ、あれ、マジでこっからも、あれあれ、隠しの隠しとかありえる？え、あー、これでもあれですね、あの BGM は穏やかですけども、ちょっと鬼畜そうなボスルーム、そしてなんか構成があのリベンジ・ザ・ジュン・ジーのようですね。でやっぱり、入れないと、ステージ1の隠しボス、簡単と、あー、こう解説出てるのいいね。じゃあ戻って、なるほど、場所は分かりましたね。これで実績もあるかもしんないけど、まあいいか。さて、では行くよ、あとちょい。これワンチャン取っとかないといけない系か。うわー、でもまあこのタイプのねは結構自分の、私が自作するね、アイワナにもよくこういうこう落下してくねくねはよく作ってるんで、割といけるんじゃないかなとは思う。だけど、だけどよ、意外と難しい。なんとか行きたいところ。よしよしよし、来れた来れた。そういったそばから行けたぞ。そして取って、お、ボスの体力が分かるようになったと。ちょっと見切れてますけども、よいしょ、来た、帰ってきた。よし、これで、じゃあちょっとあのボスルームまでカットしますね。なんかあの右下の、あのお互いに向き合ってる、上下針、あれも怪しいんですよね。でもどっか行くとどくかなと思ったけど、特にどかないから、まあ、何事もないんでしょうねという感じですね。まあ、ちょっとカットすると言いつつ、こちら話を挟んでしまいましたけども、よっと。さて、そしたら、よし、 EV 超え、あ、待って、ここなんかあるかな。よっ、あ、何もないか。よし、では再び戻ってきました、ボスルーム前。ちょっとね、前半アイテム探し等で、お時間いただきましたが、ではボス戦挑んでいきたいと思います。ではどんなボスだい、ゴー。お、シンプルにリンゴちゃんか。あ、体力メーター、あ、出てる。あ、でも耐久か。あー、なるほど、わかりました、耐久戦だね。あ、ま、でもなんかもしかしたら、あ、待って待って、え、あれ、ダメージも与えられんのこれ。耐久一定時間耐えてからダメージ式になるのかもしれませんね。え、うわ、そんなでかいの来た。これあのボス戦簡単目って書かれてましたけども、本当に簡単なんでしょうか。ちょっと怖いな気はしてくるけどね。よし、さて、あのさっき折ってきたデカサクランボは時期、あ、ま、あ、時期か、時期のとこ折ってくるのね。ってことは、タイミングよく逃げてればいいっていうか感じなんでしょうけども、うーん、ランスいいの来いよ。よし、でこっから時期来るから下にいようか、下に、あぶね、この辺にいた方がいいね。この辺で避けて上がってくる。よし、オッケー。で、うわわわ、ぶっ放しか、待って、よし、オッケー、いい感じよ。さてさて、初めて来れてます。もうちょっとメーター切れる、体力戦なんだよ、頼むから。どうだろう、これ与えられてんの何なんだろう、これ本当に意味ないのかな。ちょっと打ってはいるもののね、なんかメーターちょっと減り遅くなってません？ちょっと戦時関数さん、これどうなんの、この辺にいよっか。うわ、マジかよ。あれ、あ、で体力制か。これ簡単なのかな今今の乱数、大丈夫これ。やっぱり打たなくていいよね、あんま打つ意味ないよね。よし、弾かれてるって演出か、弾が多分そうでしょうね。よし、ちょっと一面のボスにしては強い気がするけどね、体感。うん、あー、乱数だよね、乱数いいの引かないとそこは避けられないね。ていうかあの後半のさ、ダメージ戦になる時の乱数、あれ避けられるかな。結構、いや結構なんかきつい気がするけどね、なんかパッと見、道中の、ちょっと待って、まあ、ボスよりも道中の方が簡単とは書かれてましたけど、でそろそろ、よし、でここ多分ね固定っぽいんですよね、ここは。で、途中で1個あのやらしい球が来るから、
いつも当たっちゃうんだよね。これ避けるべきか迷うような球が来るのよ。いや待った、乱数だな。ちょっとさっきとパターン違う気がする。そしてこの後、この後がやばいのよ。頼むよ千字関数さん、いい乱数プリーズよ。いやこれやばいでしょ、頼むよ。来いよっ。うわマジかよ、もうなんで下から来る。くっそー、そう避けなくてもいい球をよく見定めていくべし。べしよ、もうほよし、だいたいよし来た。ここまで来れれば、あのさ、なんか上から降ってくるバーはこれランダムかな、この後来るやつ。なんか最初と、いやーま、いやー右に行きたかったけど、うわこきついね、もうこれもきついと思うけど、どうなのかしら。1でこの難易度だもんね。あのまあ乱数きついところありますけど、ちょっとこの後さダッシュでなんとか、あよしこれいいぞ、これいい、ここまで来れれば多分避けきれる。よしで待って待って、これよしよし、あ来た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 、いいねいいねいいねいいぞ。まあもしかしたらね、このパターンをうまく避けるべきところに行けば一見難しそうに見えますけども、そうでもないのかもしれない。さっき私やってて難しいなと思ったけども、意外と修正とかこうお願いせずにもいけるかもしれませんね。ちょっと球打ちすぎ、うそー、しまった、早く倒すべきだった。撃破壊スタート。さて、まあいい乱数を引けば勝てますからね。カカカカーンとちょっとこう遊びつつ、よし危ね、ささが、さっさと上に上がって、よし、あの上から降ってくるあのバーみたいなやつは多分乱数だと思うけど、左にこう偏る傾向があるんで、タイミングを見て右に行くべしですね。よし、そろそろかな、そろそろかな、危ねえ、そろそろ、いや待って待って、え違うな、完全ランダムか。まあじゃあいっか、いいとこ来いよそれ、よしよし来た、オッケーオッケーオッケー、行くよ、撃破するよ。よく見て、集中して、なるべく端っこにいて弾を散らす、弾を散らすよ。いけるかな、体力あるね、頼むよ、倒せてくれ。よしよしよし、早、あのもう弾がいっぱい打ってくる前に倒す。よし来た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 、オッケー、お、これは撃破でしょう。やったぜ、ステージ1クリアー、オッケー、いいね、おー実績取れたよ。あここはじゃあいよいよステージ2って感じでしょうか。なんかウフフスパイクみたいな背景になってますけども、おお凝ってていいね。またね、このステージも実績探しながら、まあ、アイテムは見つけられたら入ってくって感じにしたいと思います。まああまり優先的にではないですけどもね、とりあえず体力バーのアイテムは取れたので、はい、では次回は、このステージ2を、攻略していきましょうですね。で、あの先ほどお話ししました通り、ちょっと初見ではボスが強めかなとは感じていたんですけども、まあこう撃破をしてね、通して見てみると、まあちょうどいいバランスのような気がしてます。はい、まああのとは言ってもこの先見てみないとわからないところはありますけどもね。はい、では次回以降もね、まあ楽しんで、記念アイワナを、プレイしていきたいと思いますですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。